彦深夜便、こんばんは。ナビゲーターの酒井です。本日は純文学と大衆文学についてお話ししていきたいと思います。はい。これまあなんでこのテーマにしたかっていうと、何回か前のあのよちまるラジオで、娯楽と、なんか娯楽と芸術と芸能か、娯楽との違いっていうね、ああいう話って、僕も結構ずっと考えていて、でアートは傷つけるっていう、そう、まあ宮台真司さんが言ってるやつだと思うんですけど、あのまあ、気持ちよくさせるっていうのの真逆ってことですよね。爪痕を残すっていうか、傷つけるっていうか、僕もそういう作品が、大体好きな作品というか、好きな作品というか、まあ名作なんですかって言われたらそういうものになるっていうか、何も考えずには見て暇つぶしになるようなものじゃないもの、でまあああいう話をちょうどしてて、でまあ文学の中にもずっと大衆文学とあの純文学のどっちが上かとか何が違うんだ論争っていうのはもう明治ぐらいからずっとあるんですよ。いまだにあるんですよ。もうあの不動産の持ち家か賃貸かぐらいのね、もう古くて新しい決着つかない理論で、そういうねあるんですよ。でまあ、これは何か何が違うのかっていうのが、僕の中では答えが結構出ていて、あるといつぐらいかな、まああるタイミングで、あそういうことかって分かったのがあるんですけど、純文学っていうのは、まあ、いわゆる芸術ですよ、そのさっきの娯楽でいうと。で大衆文学っていうのがあの娯楽、で、小説に限ってなのか、芸術全般なのか、芸術全般なのかっていうふうに思ってるんですけど、何を伝えるかっていうのと、どう伝えるかの違い、逆に言っちゃったけど、純文学の方がどう伝えるかっていうことを目指してる文学なんですよ。で大衆文学っていうのは何を伝えるかっていう、だから話が面白いっていうことの大事なのは大衆文学で、そもそも小説とは何かとか技法とか、小説的な表現とか、だからあのそれが純文学だっていうのが、僕の考えてるものの違いで、豆彦と、ちょっといないところであれですけど、くるみどコーヒーと豆くるの豆とくるは、その違いだなっていうふうに思うんですよ。そう、だからどう伝えるかっていうことをやってるのが豆彦で、何を伝えるかっていうのをやってるのが、ざっくり言うとそういう分けられるかなって思うんですね。それは豆くるの違いっていうよりは、もしかしたら、井川さんの影山さんの違いなのかもしれないですけど、それ同時に分かりにくいっていうのと分かりやすいっていうふうなことにも分かれるし、でなんか純文学 と、大衆文学って、なんかお作法がのあるなしで言うと、純文学の方がないんですよ。大衆文学の方があるっていう、だから自由度が高いのが実は純文学で、自由度が低いのが大衆文学、なんか一般的なイメージと逆なんですけど、何書いてもまあいいのと、こうなってないと気持ち悪いっていうのがあるじゃないですか。水戸黄門が最後印籠出さなかったら、みんな水戸黄門じゃないって思うじゃないですか。型がね、そう、水戸黄門だってじゃないって思わせるのが、その純文学の方なんですけど、でなんていうか、例えば映画とかで、これよく僕人に説明するとき使うんですけど、漫画とか映画とか、小説で何でもドラマでも見て、
あの映画面白いよねっていう時に、うんうんうん、まあほとんどの人は話の筋っていうか、うんうんうん、まあ話が面白いっていう、うんうん、ほとんどその意味をプロットがね面白いっていう指してるじゃないですか、うんうん、それってじゃあ話が面白いのであれば映画でも漫画でもドラマでもその物語の表現方法は何でもいいっていうことだと思うんですよ、うんうんうん、そのこういうストーリーに感動したとか、うんうん、でその小説 さっきの純文学とかそっちの技法っていうのはそう小説じゃなきゃこの表現無理だよねっていうやり方をどうやるかとか、うん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 、これって漫画はできるけど映画じゃ無理だよねっていうのが漫画の技法だし、それ映画でも小説では小説を映画化した時にそのえ映画だからこれができたっていうやり方でやるかっていう、まあだからそこの何を伝えるかっていう話が大事だじゃなくて、まあどう伝えるかっていうのがまあ大事なのがまあ純文学で、まあつまり芸術っていうふうに、まあ、自分はそう、まあ、それ中で自分の中でこう一番しっくりきている、うん、まあ、分け方なんですよ。うんうんうん、で豆彦っていうのはその前者っていうか、うん、あなんか豆まあ、カフェってこういうもんだよねっていうものの、うん、なんていうかこのいわゆるいいカフェみたいなことより、うんうん、まあこのカフェっていうものをどういうふうにこう、うんうん表現していくかみたいな、うん、その分かりにくさとか、うん、まあ、そういうことをまあやってるがゆえに、うん、まあ、玄人受けというか、うん、まあ、あの井川さんがなかなか伝わらないって言ってるものの意味合いっていうのが、うん、まあ、この間のそのよちまるラジオの、うん、あこの区分け2つ分けてるけど、うん、まあ、僕はその豆彦っていうのはその前者の方というか、うん、芸術の方なんじゃないかなっていうふうに、うんうん、まあ、ずっと思ってたっていう、まあ、そんな、うんうん、まあ、そういう話なんですけど、うんうんうん、なんかその最初の、まあ、純文学と大衆文学っていうの、はい、今その大衆文学っていうのって僕はその時のニュアンスっていうのかな、大衆と純文学っていう対比ってもう今はないと思うのね。そうですね、うん、というのはその大衆っていうようなものが、例えばね、じゃあ大衆って言葉って何かなと思うわけよ。で大衆ってまあ大衆文学と大衆食堂と大衆居酒屋っていうことでしょ、はい、大衆居酒屋と大衆食堂ってもうないよね、ないと思うわけ。うん、これ大衆っていうのは、大っていうのはざっくり言うとまあみんなって意味じゃん。そうですね。でざっくり言うとね、ざっくり言うとね、うん、大衆なんだから。で僕がその大衆と似て非なる言葉に民衆っていうのがいる、うんうんうん、で民衆、まあ、似て非なる言葉ですね。似て非なる言葉でしょ、民衆と大衆僕ね、民衆って自治だと思うわけよ、はい、自分で物事を考えて、はい、自分の中で、何が自由で何が、まあ管理かっていうところの線引きを、まあ、なんなら議論をしたり、うん、なんかその何周りのことを、ま、から学んだりして自分たちの中で何か自治を持つっていうのが民衆だとすれば、うん、なんか大衆って自治っていうものとは違う、まあみんな俺たちはまあそうだな、愚民っていうか、はい、うん、まあ、まあよく使われますよね、うん、そういうものをまあその半分揶揄してる、うん、揶揄しつつも自分たちはまあそういう上から決められたようなものをそのまま、楽しむ。だから何かこう順列を順番を変えたりするっていうことについては考えないで、決められた順番の中で楽しむっていうのが大衆で、自分の中でその順番を組み替えたりするっていうことを
まあ、楽しむっていうのが民衆だと思ってるわけ。うん、ちょっと分かりにくいですね。大衆はね、うん、なんとなく分かります。どっちかっていうと、うん、まあ私なんてサラリーマンですからみたいな話ですよね。そうね、うん、そうそうそう、なんか大衆って言われて、うん、まあちょっとその揶揄されてるのを面白がって、うん、まあ大衆ですからみたいな、うん、とか、うん、まあ我々は大衆なんだっていう、なんか、うんうん、そういうちょっと面白みがある言葉かなと、うん、そうだね、うん、でそういう意味で言うとプロレタリアートっていうか、はい、民衆っていうのはやっぱりその民衆革命っていうかね、うんうんうん、自分たちはそれに対して納得できないものについては納得しない、うん、自分たちの生活をもうちょっと豊かにしてほしいっていうことではなくて、うんうん、自分たちの考えと自治みたいなものを手に入れるんだっていうところに、うん、民衆っていうのはあると思ってるわけ、はい、だからもちろん大衆でありながら民衆であるっていう人もいると思うけど、うん、その大衆の中に民衆がいるっていうイメージなわけ。そうですね、うん、なんかねプロレタリアートだけで言うと、うん、プロレタリア文学自体は純文学にカテゴライズされて、うんうん、まあ、明治時代だったら、うん、いわゆる純文学を、うん、その社会性を帯びているものがプロレタリアートで、うん、まあその自分とは何かとか、うんうん、そういう自意識の方に行く場合は私小説みたいな、うんうん、まあ、感じなんで、うん、まあ、人間全体を大衆だと捉えた場合、うん、まあ、その中に民衆っていう、うん、ちょっと大衆寄りの、うん、まあちょっと真ん中ぐらいかな、うん、っていうふうに思う、うん、そうそうそう、うん、で自分たちはなんか純文学かっていうと、まあ純文学が別にやりたいわけじゃないって思いがあるわけ。井川さんはそうですよね。そう、うん、だけど大衆がやりたいかっていうと、僕らはだから民衆文学。あ、それはね、うん、分かります、うん、分かるんですけど、うん、井川さんが喋ってる時はそうなんですよ、うん、それすごい感じます。なるほどね。、うん、あ、井川さんのが人に話す時とか、うんうん、まあじゃあ何人か来ましたってで、うん、ラジオが、うん、公開収録になりましたってなった途端、あ、それすごく感じるんですよ、うんうん、この前ね、それはね、同じことをね、弁護士の松田さんに言われたんだけど、井川さん、私はずっと、まあ、ここのとこ井川さんっていう人に会って喋、はい、っている感じ、はい、まあ、井川さんっていうのは面白い人でサービス精神のある人だと思ってたけど、文章を読んで初めて文章を読んだと、はい、そしたら井川さんっていう人の中にある文学性とか、うんうん、まあその、まあ、繊細さみたいなものがあることに、まあ、驚きましたって。あ、逆から入ったんですか。逆から入ったから。でそういうのはあるわけで、やっぱりね、そのそういう意味で言うと、なんていうかな、結局その僕はそのシニカルなものが好きなわけね、うんうんうん、皮肉なもの、はい、結局どんなものでも純粋なものって脆いっていう意識があるから、はい、純粋に何かを突き詰めちゃう、突き詰めようっていう気持ちは、なんか僕からするととても青臭くて、うんうんうん、まあ逆に言うと泥臭くて、すごくその都会的じゃない感じがするわけ。あ、なるほどね。純なものは、はいはいはい、でだから都会的なものってのはもっと軽くて、別に特に意味とかもなくて、うん、まあそのナンセンスな感じのものっていうのがとてもあると思うわけよ。でそういうものを自分の中でやろうと思っているっていうところがとてもあるから、はい、まあそこがまあ民衆的っていうかなとこだと思うんだよね。でさっきその本当に伝えたいものがあるのと伝え方だっていう話があって、はい、うん、まあこれ言うとちょっと炎上しちゃうかもしれないけど、はい、炎上。くるみとコーヒーには、はい、伝えたいことって俺ないと思う、逆に。あー、なるほど、うん。うん、あそここそ、うん、
で僕らの方が、まあ、僕らの方って僕の方がとにかく本質的なことを言い、こう本当はこうじゃないのっていうことを伝えたいことがあると思うわけ、うんうんうん、でもそれを伝えちゃっちゃそれを言っちゃっちゃ野暮っていう思いがあってそれをなんかこうシニカルなものもしくはその違う形で、うん、そのそういうものをぼかすっていうのかな、うんうんうん、だから例えて言ったら先にすごく種の赤い絵の具をバンと打って、うん、そこからそれをどうやってそこにそういう赤を塗ったかわからないようにどん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 いろんな形でぼかしていく、はいっていう画法がうちだとすれば、はい、向こうはのっけからそのなんかぼかしてあるようなものの淡い水彩画みたいなものでなんとなくほら淡いでしょって言ってるっていう違いはあると思うのね、うんうんうん、僕の方はもともと言ってる言いたいことが毒だから、うんうん、この世はクソでもうみんなバカばっかりっていうことをどうやってぼかせるかもしくは相手に届くようにむしろそれとは違う形で、うんうんうんまあ、カプセルだなオブラートオブラート倉本総はそれを糖異常って言ってたけど、うん、つまり薬の周りについてる糖異ね、はいはい、お砂糖これで飲ませるっていう形で伝えたいだからそういうことからすると僕の場合はとにかく、まあ、自分が小さい時からみんなとずれてるからね、うん、だからこのずれてる自分をどうやって受け入れてもらうかっていうところが多分なるべく分かりやすく説明しようとか、うん、あそういう癖ね、うん、そういう癖があってでも実際自分が言いたいことは割と極めてシンプルでまあ基本的には怒りだねあだから僕 の感情の、まあ、全てのパッションは怒りだよもう世の中に対するだからあのそのカフェを始めた時も、うん、そういう、うん、そうだよそれあったんですかだって怒りっていうのはさ壁にぶち当たると諦めに変わるから、うん、だからこんなの怒って散々、まあ、プロダクション作ってNHK と戦って怒ってそういう怒りね、うんうん、それでああもうダメだと言った時にセレンディピティっていうかまあもう偶然に頼ろうともう世の中自分でこうこうこうでこうだからこうでしょって言ったってどうなるものでもないしもちろんそのまあそうだよでそういうものを力で推し進める人っていると思うんだよね、うんでもその力で推し進める力に自分にもないっていうのもあるけどなんかそれはそれでなんかこうみっともないっていうか、うん、ことを思うから青臭い気がするだから何かこう曖昧もこなものに惹かれるけどやっぱり基本的にそのよく酒井が言うみたいに井川さんも昔から言ってることは一貫して同じこと言ってるっていうのは、うん、一貫して怒ってるからまあそうですね、うん、その怒ってることについては基本にブレないよね怒ってんだからその怒りを、うんまあ、そうですねだから実際直接会って話すイメージと、うん、さっきのその弁護士さんの話で言うと、うんうん、その作られたもので見るのとじゃあだいぶ違いますよね、うんうん、だから作ってるもので本当はずっと何かずっと作り続ける側にいたいと思ったけど、うん、やっぱり作っただけではもう到底伝わらない、うん、っていう諦めから自分の作品を解説するようになったっていう、うん、まあ愚の骨頂だね、まあうん、なんなら自分でもう名前出した塾とかねそうっていう風にしちゃってるわけだから、うん、でも結局そこで解説する気になっているんだけど解説する時も結局はあそうそうそう、うん、そうですよものづくりになっちゃってるから結局解説がよくわからない、うんうん、そうですね、うん、なんかねそっちの時は、うん、そうなんかこう楽しませてあげよう精神、うん、そうだからそれは笑かそう精神みたいな、うん、そういうようなとこだから
結局はまあ別にそれはそれなんだよ。だってみんな本当はそれだけでいいんだもん、うん、その怒りのどころに触れる必要もないし、なんかその面白く言ってくれればよくて、でただその動機づけっていうか自分の中では怒りの動機があるからずっと続けてるけど、みんなは別に本当に何でもいいんだよね、うん、だからそのなんだっけ遠い、うん、ん、ああ遠い城、あ遠い城ね、うん、その遠いだけで、うん、情はいらない、うん、甘い飲みやすいみたいなね、うん、あの周りなめて甘いとこだか持って薬に酔いようになりそうになったらペッて捨てるっていうそうだからこの間あの公開収録、うんうん、季節して、うんうん、その時に、うん、こうみんなが笑うポイントを、うん、あここで笑うんだみんなって思いながら僕やってたんですよ、うんうん、というよりももう笑うポイントとかほとんどなかったんですけど、うんうん、あここでみんな笑うし、笑うっていうことを意図して笑かしてるんだけど、うんうん、別にそこそんな面白いかなと思いながら、うんうん、まあ、 あの聞いてたっていう感じで、うんうん、あ この辺がそういうそのまあ、遠いのね、うん、で、あ城まで行かないんだみたいな、うん、だからみんなはもう遠いがずっと遠いが続いて最後の最後にちょっと情だったっていうことで、なんて言うんだろう、遠いだけで笑ったっていう自分のそのなんていうかな、免罪符っていうか、うん、くだらないことだけで時間過ごしちゃったっていうことをじゃなくするために、うんうん、一応最後薬だったってことの方がはい、はい、いいわけ、はいはい、うん、なるほど、うん、だからその遠いっていうのは本当に、まあ、くだらないっていうこともないけどなかなか難しいからね、みんなを笑わせるっていうのは、うんうんうん、でもそれはその中の薬とは全く本質的には関係ない、うんうん、関係ないことで、笑わせなきゃダメだね、うんうんうん、だからそのつまんないやつっていうのは、つまんないコメディっていうのはその本質的な中身と笑いをなる一致させようとしちゃうんだよね、はいはいはい、うん、そうですね、うんうんうん、それはね笑わないんだよお客って、うん、結局ただただくだらない考えなくてもいいようなことが連チャンして最後の最後にちょろっとこれ実はお薬だったんですよっていうことで、うんうんうん、ああよかった笑って、ただくだらないことで笑った2時間だとっていうことじゃなかったって言って安心したいの、うんうんうん、だからそこはねやっぱり、その多分遠いだけで終わるのが大衆なんだよ、大衆文学、ね、うんうんうん、遠い遠い遠い、そうですね、うん、うん、でも民衆文学だとすればやっぱり遠い情である必要があって、うんうんうん、やっぱ最後はチロッと苦いっていうかね、これに意味があるっていうふうに思わせる、うん、だからそれは本当に情だけでその薬だけ、うん、本当に正しいものは苦くたって療薬口に苦しだと思ってる人からすれば、うん、ちょっとでも甘いのが入ると、うん、あいつらは不純だと、なるほど、うん、いう風になっちゃうけど、僕はその遠い情であるっていうか、その甘いものがずっと続いてもやっぱりどっかに苦味がピリッとあるっていうものであって、それはもう苦いものだけやってる人たちからすれば、うんうん、もうちょっとでも甘いものが入ってるだけではそれはもう大衆だと、うんうん、大衆受けを狙ってるじゃないかっていうことだけど、うんうんうん、この遠い情であるっていうことじゃないと届かないっていう事実はあるんだよ、なるほど、うん、それはお金を稼ぐとかそういうこともそうだろうし、何か遠くに届けるっていうためにはやっぱり遠い情である必要があるっていうふうに僕は思うけどね、うんうんうん、だから自分の中のバランスとしてここはちょっとなんて言うんだろう、まあ、特にこのラジオなんかはそうだけど、特にこうやってね公開収録じゃなくて2人で密室でやるときは、はい、遠いである必要ってそんなないから、うん、そうですね、うん、いきなり情のところだけど、うん、それ聞いてる人からすればいきなり情すぎて、うんうん、何言ってんのか分かんないとか、うん、まあ、ちょっと苦すぎてよくわかんない。いや一応ね、うん、その僕も遠いの工夫として、うん、わかりやすいタイトルにして、うんうん、でこう別のところに行くっていう
一応そういう設計にしてるんですけど、うん、なんかね再生のコメントの、うん、あれ見てると、うん、なんか難しいタイトルつけてる方が、うん、なんかねコメントあるなみたいな、うんうん、そうなんだと思って、うん、そうだからやっぱり大衆っていうかその等以上にするっていうのはそれなりに難しいっていうのは、うん、そうね、どっち結局ミクロとマクロ両方の観点がないといけないから、まあそれは俺でも政治家もそうだと思うね、うん、やっぱりあの党位だけで、まあ、選挙には勝つかもしれないけど結局何も名を残さない政治家と、はいはい、まあ苦いだけで、まあ言ってることはそうなんだけどなってどうも不人気っていう政治家と、うん、やっぱり求められるべきは党以上っていうかね、うんうんうん、甘くなってる部分もあるけど苦味もあるっていう、ただこれがなかなかそういうもの人っていうのは少ないんじゃないの？そうですね、うんうん、難しいから、うん、だからどこまで行くと大衆でどこまで行くと純 文学ってことじゃないと思うね。多分純っていう言葉っていうのは1ミリグラムでも砂糖が入ってたらもう不純っていうことになるんだと思うんだよね、うん、だって純ってそういう意味じゃん、うん、だけど僕はやっぱり誰か人に届けるっていう意味で言ったらやっぱり表面は甘く包んだって、うん、お砂糖と間違って飲んじゃったけどそれは薬だったっていう風にしたいっていう気持ちが僕にはあるね、うんうんまあ、だから純文学っていうのは多分その後からできた言葉だと思うんですよ。そうだよね、うん、絶対、うん、そのだけど、うん、なんでまあさっき大衆文学と純文学に差がないみたいな、うん、まあそういうのももう大体この論争で出てきますよ、うん、そうだよね、うん、でまあ面白いってことが重要だっていう話だと思うんですけど、うんうんうん、まあ面白いカフェをやって、うんうん、いや面白いカフェだとも思われてるんですかね。いやどうか分かんないな。だけど僕の中のそのまあ怒りっていうのはまあ怒りっていう言ったけど要はその美しいっていうものをなんでもうちょっとみんなわからないんだろうっていう怒りだから。あ、ね、うん、あ、それちょっと話着地するかわかんないですけど、うん、この間三茶店に行って、うん、すごいあって思ったのが、うん、まあ普通にね、うん、こう長テーブルに座って、うんうん、で、まあ俺は普通にお茶飲んで、うん、ケーキ食べてたんですけど。うん、隣に女の子、うん、若い女の子4人のグループがいて、うん、大学生ぐらいだと思うんですけど、うん、なんかそれぞれ自分の好きなデザート頼んで、うん、飲み物頼んで、でまあ、こう同時に来て、うん、まあ、いただきますみたいな感じで食べてたの、うん、でそれがすごいいいなと思ったんですよ、うん、その若い子がそのデザートを、うんうんうん、やったみたいな感じで、うん、わーみたいな、うん、わーとかってそんなすごい騒ぐわけでもなく、うん、だけどわーっていう一緒に同時に食べ始めるとか、うん、でその時に流れてた音楽とか、うん、でちょうどこう、うん、まあ、見えるところに、まあ、ちょっと僕渋谷店の欠点は、うん、コンセントがあることだと思うんですけど、うん、三茶店はないんで、うん、まあ、僕の見えるところにはこう、うん、PC 作業者はいなくて、うんうんうん、これ映画みたい、映画のワンシーンみたいだと思ってずっと感心して見てたんですよ。で、あ、なんか井川さん晴れとけっていう話して、まあけのことがやりたかったって言うけど、なんかもうこの子たちにとってはこれはもう晴れだと思って来てるんだなと思って、だからまあ映画のシーンになるし、なんかシーンっていうよりはこうなんかカフェの映画ってこういうことだよねっていうようなね、すごい感じがしてね、なんか全部がちょうど自分のこうフレームに入ってた、花もあって音楽もあってね、で中から外を見る感じだったんで、その外にこう抜けてる感じと、なんで、あ、これはなんかこれがやりたかったこと、そうだね、だし、うん、ああこれが実現できてるなってね、うん、思いましたね。
そうね、だからそういうようなものが、まあそれってほら計算してやるわけじゃない、全部演出でね、うん、こっちにお座りくださいとか、うん、でも誕生会のなんか音楽歌ったりとかっていうんじゃない、はい、偶発的によるものだけど、うん、やっぱり何かの調和がうまく はまると本当に何気ないその女の子たちの笑顔的なものがいかにもなんかこう虚勢が張ってあって、いい店に連れてきてやったよってやつと、あ、連れてきていただきましたっていうような感じの関係がないフラットな、やっぱりその辺は僕が言う民衆っていうか日常、僕は木下圭介っていう監督を尊敬してるから、そういうやっぱり日常の人たちの中にある尊さっていうかね、あのそういうものがなるべくこうポコポコと出るカフェを、まあ自分がね映画とか作れないんだったら、そういうものが映画のワンシーンに偶発的にでも出やすいカフェに作りたいと思ってアートしてるからね、うん、まあそういう、まあ、そう出てたなら嬉しいです、はい。はい。